万里の頂上は月からラガンで見えるという誤った事実がよく述べられる。ファクトイドは一般的な使い方としては事実として提示された虚偽の主張あるいはまやかしの主張を意味する用語である。ただし短いニュースやちょっとした情報に使う場合は事実であるものに対してもファクトイドと呼ぶ場合がある。ファクトイドは1973年にアメリカの作家 ノーマン・メーラーが、本当は、正しくないにもかかわらず事実であるとして、受け入れられている情報あるいは、紙媒体に印刷されているために正しいと、信じられているで造された事実を意味する言葉として、創作した造語である。1973年に作られて以来、この造語は、オリジナルな意味から発展を遂げ、その他の意味を持つようになった。とりわけ、短い、あるいは、 取るに足りないようなニュースや情報をファクトイドという場合がある。オックスフォード英語辞典はファクトイドに短いあるいは取るに足りないようなニュースや情報幾度も繰り返し唱えられたため事実として受け入れられるようになった信頼できない情報という定義を与えている。この用語はアメリカの作家ノーマン・メーラーが1973年に 執筆したマリリン・モンローの伝記の中で造語した言葉である。メーラーはファクト移動を次のように書いている。雑誌や新聞に現れる以前には全く存在していなかった事実。そして事実を意味する英語の単語ファクトと似ているけれども同じではないを意味する設備自動を合体させた。ワシントン・タイムズ氏はメーラーの作った信号について事実のように見え、あるいは事実かと思わせるが、 実際のところは事実ではないものと説明した。そのような事情のため、ファクトイドはよくある誤解や都市伝説を生み出す。あるいは逆に、誤解や都市伝説から生み出される可能性がある。メーラーによる造語から数十年が経ち、ファクトイドという言葉はいくつかの意味を持つようになった。それらの意味の中には、互いに全く異なる意味の組み合わせもある。 ウィリアム・サファイアは1993年にファクトイドについていくつかの対照的な語彙を区別した。ファクトイドに新たに与えられた3つ目の意味は放送局 CNN のテレビ番組ヘッドラインニュースにより広められた。同番組は1980年代から1990年代にかけてニュース報道の合間にその種のちょっとした事実やトリビアを ファクトイドの見出しをつけて放送した。BBC ラジオ2のラジオパーソナリティ、スティーブ・ライトはファクトイドという言葉を自分の番組で広く用いた。歴史学者のダイオン・スマイスはファクトイドを一時資料に記載された真実についての主張と定義する。この非直接的な定義においてはファクトイドの真実性がそのような主張そのものが 客観的に観察可能な形で存在することに由来することになり、この世界の事象について主張する内容の真実性には由来しなくなる。ファクトイド概念の混乱の結果として、英語の語法、用語ガイドの中には、ファクトイドという言葉を使わないことを推奨するものある。ウィリアム・サファイアは、言葉についてというコラムの中で、ちょっとした興味深い事実や、 豆知識的な情報を表現したいときは、ファクトイドでなく、ファクトレットファクトレットという言葉を使うことを提唱した。しかしながら、この新しい単語を採用すれば、互いに矛盾するファクトイドの通俗的な用法をめぐる現在、進行形の混乱をどの程度に緩和することになるのか、説明はなかった。サファイアは、事実ではあるがちょっとした情報や、性格ではあるが、 トリビア的な情報を指し示すためにファクトレットを使えばいいのではないかと提案した。ガーディアンが身のあるリポートではサファイアがファクトレットを造語した人物であるとされているが、サファイアのコラムでは1993年当時、この言葉はすでに使われているようだとしている。雑誌アトランティックもサファイアと意見を同じくし、ファクトイドの代わりにファクトレットを使うことを推奨して、 ファクトレットはおそらく重要ではないだろうけれども、興味深い事実の意味であろうし、アトランティック氏の記者にとってはしばしば否定的な意味合いを持つとされる、ファクトイドの代わりにファクトレットを用いるべきだと書いている。ファクトレットという言葉の出版物における要例は、例えば、マザー・ジョーンズ、ザ・サンロゼ・マーキュリー・ニュース、ザ・レノ・ガゼット・ジャーナルなどに見られる。ありがとうございます。